うさぎの足ってどうして太いの？うさぎの後ろ足って太いよね。どうしてなんだろう？それはうさぎって弱い動物でしょ？だから速く走ったり高くジャンプして逃げれるように後ろ足が太くなったんだ。敵から逃げる時もいろいろと工夫している。ジグザグに逃げたりかと思えばジャンプして進む方向を変えたりして敵の目をくらますんだ。時には周りがよく見えるように後ろ足で立ったまま草を食べることもある。今日も見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。